皆さんこんにちは。店長を指したその仲間がバイク店をさせていただきます。はい、ちょっとですね、キャリアちょっとこれですね、これ、取り付けできました。はい、2時間半ぐらいかかっちゃいました。外したり、ちょっともうね、M5 で止めるのはちょっと危険なので、M6 にね、変更しネジ切ったりなんだりとかね。しかもなんか、やっぱり、微妙になんかちょっと穴の位置がね、で、穴の位置をちょっと、すいません。若干ちょっと削ったりして、それでなんとかつきました。はい。で、あとちょっといろいろ他にもね、なんですかね、ナビのアタッチメント、ナビをつけるそのアタッチメントをそのステンにつけるんですけど、そこのネジがなかったり、いろいろあったんで、あとパーニアケースを止めるネジとかね、蓋を入れ替えなんですけど、ちょっとですね、リベットがこう長いリベットって売ってないんですよね。ホームセンター、ジョイフルホンダとかね、大きいとこでも、その、かなり長くないと止めらんないんですけど、長いリベットなくて、なので、まあ、ちょっとね、ネジをっていう感じなんですよ。うん、あとちょっと配線とかね、ちょっとやんなきゃいけないので、はい。ちょっとね、それでちょっと買いに、ネジとかを買いに行ったんですよ。で、ついでになんかね、この何買ってんだろうって感じですよね。はい。これ、上りのこう横の部分ですね。もう棒あるんですけど、こっちがどうしてもね、やっぱり樹脂なんで劣化して、ここがボロボロになっちゃうんですよ。でもこれもやっぱりね、プラスチックとか捨てるとね、難しいね、今ね。あと両面テープとか、ちょっと買ってきて、はい。パーニアケースの蓋のエンブレムに付け替えるとか、そういう、ちょっとね、テープ。あとGF250 のマフラーのところにある、吉村のステッカーをね、ステッカーと言わないですからね、エンブレムですね、アルミの、それの貼るのに耐熱の両面テープ、それを買ってまいりました。はい、こう担いできた、ね、バイクで CB500 ファーで行ってきました。CB500 ファーでホームセンターね、でちょうど裏から出られるんですよ、バイクだと。自転車とかバイクは車はちょっと出られないんですけど、近所ので、目の前が部品工業っていう、なんか一個少数オーダーからでもなんかやりますとか、あとメッキとかね、そういうのいろんなやってるようなところ。でちょうどお昼時だったんで、みんな休憩してなんかね、なんか一服してたりとか、見て、で、こう、ちょうどそこ向かって出てくんで、なんか視線を浴びましたね。やっぱりね、珍しい。みんなバイクもいっぱい止まってるんですけど、やっぱりその働いてる人のね、好きな人いっぱいいるでしょうしね。あ、なんだあれ、古いな。あ、500フォアか、みたいなね。そんな感じですかね。はい、で昨日ね、昨日というかいつもこう止めてるじゃないですか。で昨日ね、通る人がで、あ、ホンダ7半 ?38? なんか間違ってますよ。38はホンダじゃないですからね。もうごちゃげちゃってますね。38か ?38 はGT じゃないですか、多分鈴木さんですよね。ホンダはまあ、ホンダっていうのも7班とか、まあ、55とかなんですかね、50とか、分かんないですけど、なんかごっちゃになってるなと思って、どんな人かなと思って、声聞いたら若い人なのかな、後ろ姿見たらやっぱり若い方ではなかった。やっぱりね、そりゃそうですよね、あんまり若い人はああいうのはね、ああ面白いですよね、ね、やっぱりね、うん、でなんかコメントいただきましたね、そんな安く売るにはもったいないですよ、しまっといた方がいいみたいな、持ってた方がいいですよ。ねえ、少しでも私は、買ってください。なかなかね、例えばあれを、じゃあ、ね、個人売買とかで、70、80で売れるんだったらね、あ、じゃあもううちの金額ですぐパッて買って、持って帰って、ヨーヨーと持って帰って、よっしゃ、売っちゃおうって言って、ちょっと儲かっちゃったっていうふうになかなかならないですからね。やっぱお店でね、旧車専門みたいなお店で、だって CBX とかもそうじゃないですか、 400F とかね、なんか500万とかするんですか、そういうお店だから500万で売れるんであってね、普通のお店じゃ多分80万でもそそれないですよ、 CBX400F 置いてあっても。
と思いますが、いかがでしょうか。そこのお店の人が買いに来ますかね。あ、こうやって持ってくるっつって、どうですかね。ね、あのほら、RZ とかね、はい、ありましたけど、専門お店はやっぱりね、やっぱいい値段するんですよ、はい、ストック状態でね、もう、まあ、とりあえず動かせるぐらいの状態でもやっぱり60万とかは平気するみたいだったらしいですからね。そういう世界なんですよね。じゃあ高くね、売却すると高く売れるか、個人的にね、やっぱりそうじゃないっていう不思議な、あれですよね。難しい。うん、はい、あれですよ、このね、うん、このリアキャリアを取り付けるだけ、まあ、アタッチメントつけたりとかやった、最初やってちょうど来たん でこれ取り付けをやったんですけど、さすがにねへばりましたね。なんか疲れ簡単につかないし、あれあれあれってやりながら、あれ外し、これもみんなまた外してね、つけ てうまくいかないんですよね、なんでもね。かなりアバウトにはできてね、こうガタガタする閉めるまではね、やっぱ余裕がでなってると思うんですけど、うん、でもなんかしっかりついた気がしますね、うん、5キロですって、このキャリアプラス箱だけで5キロであるんじゃないかっていうつける前にね、やっぱりね心配されたんですよ。5キロって言ったら箱だけで5キロぐらいありますよねって。でも例えばキムコのね、GP125 のこのウィングキャリア、これも5キロ、マックス5キロって書いてあるし、大抵5キロなんですよね、この手のやつってね。車両重量の関係があるのかもしれないですけどね。難しいですよね。前にね、WGR1100 の D タイプですかね。あれ C タイプ、まあ、お客様ね。まあ、うちで売却じゃない、うちで販売した車両なんですけど、で、後ろに箱つけたいからっていうことでキャリアをね、つけたことがあるんですよ。どこのキャリアだったかな。で、WGR の横にこう格納式のフックが4箇所あると思うんですよね。パコパコって出るやつがあるんです。で、それを外してそこにそのキャリアを止めるんですよ。で、後ろの結構長いんですけどね。そこ4箇所止めるんですけど、6ミリのボルトなんですよ。で、後ろに大きな箱つけて荷物入れたらね、折れますよ。そんなのね、確か折れました。で、折れちゃったんだけどっつって、確かに折れるよなと思って、で、その時はその穴の部分をもう拡大して8ミリにして、で、8ミリのボルトで止めちゃいました。そういうことをね、やっちゃうんですよ、はい、うちは。折れちゃいますから8ミリしましょうっつって、8ミリっつって、ね、穴開けて広げて、で、タップ切って8ミリ、実は結構ガッチリ止まったような気がしますが、ね、その WGR どうなったんですかね。で、結局またお乗り換えになって、で、また普通に売ったんですかね。ヤフオクで売ったんだったかな。うん。そんなことがございました。はい。やっぱりね、キャリアやっぱしっかりついてないと、うん、ね、危ないので、この後もこれやって、なんかもうだいたい揃ったみたいなんで、パパッとやっちゃえばね、お渡しできる。で、これがね、ね、旅立っていけば次のがまたなんか入れられるので、はい、皆さんまたご視聴ありがとうございました。